銃剣に相対する2つの流派あり、1つ正義の銃剣劇銃剣ビーストアーツ、1つ邪悪な銃剣臨銃剣悪型。今戦いが始まる。新番組銃剣戦隊劇レンジャー。修行その1、森で暮らす野生児ジャンは獣の力を手にする剣法銃剣と出会った。ニキニキ劇銃剣。なんかわかんねえけど俺やる、見てろ猫。修行その2、巨大になる激技を学びたい列。そのためにはジャンに劇銃剣を教えなければならないが、次回ワキワキ銃剣合体エレクトーザーターニングアップ。修行その3、臨終バッファロー剣使いの牛屋に対抗すべくジャンが授かった修行メニューはなんと雑巾掛けだった。次回シオシオ掃除力フレッシュの中に修行はやだ。修行その4、臨終剣精鋭の5人、五毒剣が出陣。それが意味するものは、次回ゾワゾワ五毒剣。武器こと獅子のごとく、我が名は黒獅子リオ。修行その後、ジャンが初めて味わう感情不安、その対処の仕方をランから学ぶ。次回うじゃうじゃどうすりゃいいの。好きこそ基本、魂込めて。修行その6、壁を歩く敵月光剣の守屋に対し列は一体どう戦う。次回ジュワーンって何。まだ足りないんだ。修行その7、スコーピオン剣ソリサのダンス攻撃に対抗し激レンジャーもレッツダンス。次回シュバシュバ踊ろう。ダンスにはダンスよ。修行その8、新しい激技激撃砲。これを打つためにはジャンが時間を稼がないといけない。だがジャンにはそれが我慢できなくて、次回ことこと、ひたすらことこと豚の角煮。修行その9、ブラコが企むリオ暗殺計画。その時メレは激レンジャーの元へ向かった。何を考えているのかメレ。次回けなけなの女。あんた私のことを知らなさすぎるわ。修行その10、森の奥へ届け物を頼まれた3人。だがその森には恐ろしいもののけが住むという。次回ジャラジャラ襲撃、初めてのお使い。触んな、大事なお使いの大事なもんだ。修行その11、激ハンマーを習得すべくフライフィッシングに取り組むラン。だが真剣すぎてガチガチ、全然釣れない。次回ウキャウキャ銃剣武装。今日のランちゃんは一味違うわよ。修行その12、激レンジャーがニュルニュル滑るイール剣のナギウに苦戦する一方、臨終殿では次回ゾワンゾワン臨終剣修行開始。お前の絶望を見せてもらう。これはあの日。修行その13、空を飛ぶ強敵に対抗すべく3人が向かったのは不思議な芸術鑑賞会。そこにいたのは第3の剣聖だった。次回新進精霊の舞。僕は本当に美しさを求めているんです。修行その14、技を捨てる。その意味が分からぬまま列はひたすら舞い続ける。答えは見えるのか。次回熱烈技を捨てろ敵バトルだターニングアップ。修行その15、復讐に燃えるルーツの攻撃を受けジャンが子供に、列が赤ちゃんになっちゃった。次回ホワホワママ行。ランママって私がジャンと列のママですか。修行その16、ケンマラゲクのレッスンでメレはマスターシャーフーと戦う。その時リオは。次回ジリジリ臨終剣課外授業。リオちゃん、あなたは味わうの、じっくりたっぷりとね。修行その17、ライオンの剣聖と意気投合するジャン。だけど無人島の修行は波乱の予感。次回ゴロゴロ指定愛。俺いい、サメもいい。修行その18、大失態に落ち込むシャッキーチェン。そんな中劇銃剣臨海学校に魔の手が迫る。次回シャッキンキーン体強い。弟子がどんなに強いか見せてやる。修行その19、ついに劇レンジャーが黒獅子リオと戦う。次回ゴキンゴキンリオと対決。この日この時をもって劇銃剣を消し去る。リオ勝負だ。
修行その20。ジャンたちは過激を身につけるため3人のマスターとの試合三山戦に挑む。次回ギチョギチョトライアングル対抗戦。戦いだよ、実にタフでハードな戦いだ。修行その21、過激を習得できないままリオとの再戦に挑む激レンジャー。なぜ戦うのか、その答えは死闘の先に。次回ビキ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 過激に過激スーパービースト。修行その22、大地の研磨復活に必要な生き肝、それを持っているのは大金持ちのお嬢様だった。次回キュイキュイセレブとデート。私が喜ぶものなんかちょうだい。修行その23、激レンジャーのキャプテンに任命されやる気満々のラン。ところが敵の攻撃を受けておかしなことに。次回グレグレスケバンキャプテン。あたいに説教すんじゃねえ。修行その24、兄ゴーが生きていた。喜ぶ列だったが兄弟の間にはある約束があって。次回ガルガルなんてこった弟が。今からでも遅くはない、銃剣をやめろ。修行その25、ドリンキをまとった皮膚に苦戦するジャンたち。だがゴーは正義なんてからじゃないと激レンジャーになるのを拒否する。次回ひねひね俺だけの刺激、紫の激レンジャー。修行その26、どんな悩みも解決してくれる銃剣カウンセラーゴリーイエン。何を悩むかジャン・ゴー。そして次回モヘモヘお悩み相談。君の道を尋ねに来たのかね。修行その27、狼男に変わってしまうゴーの苦しみ、それを救うべく立ち上がったのはなんとバエだった。次回ベランベラン萌えを実況。頑張れ深見ゴー、私その戦いを実況させていただきます。修行その28、十元郷から帰ってきた5人目の仲間ケン。この激レンジャーの隠し玉、吉と出るか凶と出るか。次回ビシビシピキーンで押す。激ケンさん押す。修行その29、大切な操縦筒を売ってしまっていた剣。列を連れて買い戻しに来たが店のばあさんが怪しい術で意地悪をする。次回グダグダヘレヘレショッピング。劇中剣に恨みでもあるのか。修行その30、姑息な真似が嫌いなメレ。だが操縦筒を手に入れるために取った手段は。次回正々で堂々の女。愛しき者のためなら人はちっぽけな使命や誇りなど捨てるもの。修行その31、孤独な少年と出会ったジャン。二人は共に敵の空間に閉じ込められて。次回俺たちムニムニ行くぞスーパーサイブレード。修行その32、七剣聖三剣馬、銃剣の聖地で激凛勢揃い。一体何が起きる。次回ゾワンギゾワンゴ集結銃剣鏡。これが銃剣神最大員か。修行その33、一同が飛ばされた先は元禄15年師走。そこで出会ったのは赤穂浪士。次回フレフレがっちりカンフー中心蔵。おのおの方打ち入りでござる。修行その34、七剣聖を救うため激レンジャーは剣馬たちとの戦い、すなわち激凛の対乱に挑む。次回ゴワンゴワンのダインダイン銃剣巨人剣山。考えるな感じろ。修行その35、ついに訪れた最強剣魔マクとの激突。その時激魂を浴びた剣士たちには異変が。次回ギュオンギュオン中力開花。激レッドマクを倒せ。修行その36、美しいものは何でもいただく怪盗姉妹がエレハンのお宝を盗みにやってきた。次回ムキムキ怪盗三姉妹。だけど今日絶対に盗めないものに出会ってある。修行その37、幻獣剣の世を始めようと企むロン。その緊迫した中ランはお見合いをする。次回ギャンギャンお見合い問答無用。お母様、私まだ結婚なんて。修行その38、鏡の中から出てきた偽の列が本物になりすます。テレビを見ているみんなは見分けられるかな。次回ビバビバもう一人の列。お前は一生俺のモノマネをして暮らすのさ。修行その39、夏目が家でってそれは驚かないミキ。でも今回は様子が変、角が生えてる。次回うろうろ帰らない子供たち。夏目目を覚まして。
修行その40、スー子の正体はリオ、ゴー、ミキの兄弟子、ダンだった。見逃すな、急展開。次回、頭バカーン、衝撃の事実。我が剣は王の剣、心してこい。修行その41、ロンの草原師、ドローとソジョの奇妙な作戦が決行される中、宿命の重さに耐えかねたジャンは、次回、ずしずし、もう嫌だ。俺激レンジャーやめる。修行その42、激レンジャー絶体絶命の危機。一方、ジャンは父ダンの村にたどり着く。次回、ワッシュワッシュで乗り越えろ。父ちゃん、母ちゃん。修行その43、クリスマスが嫌いな少年カールに最高のプレゼントを贈ろうとするデコボココンビ、ケンとピョンピョン。次回、ハッピーハッピーメリークリスマス、オス。行くぜ赤花。修行その44、激レッドとの戦いを命じられたスー、ジャンは父の激魂を解き放つ決意で受けて立つ。次回、ワフワフ父ちゃんのメロディー。俺決めたんだ、トラピカは俺が倒す。修行その45、伝説の激技を習得したゴーがかつての友リオとの対決に挑む。勝負の行方は、そしてジャンは。次回、ピキーン、宿命の対決。わしらは見守るのみじゃ。修行その46、ジャンはなぜ森で育ったのか、少年時代リオの身に何が起きたのか、全ての謎が明らかになる。次回、ギャワギャワの記憶。全てはあの日から始まりました。修行その47、激レンジャーがついに敵の総本山臨獣殿に乗り込む。だがその時リオは囚われのメレの運命は。次回、ピカピカ俺の道。私はリオ様に助けてほしくなんかない。修行その48、罪を犯した銃剣使いに裁きを下す戦い、剣断。だがその最中、恐るべき乱入者が現れた。次回、サバサバいざ剣断。これが最後の臨獣剣だ。修行その49、不死身のロンを倒す方法はあるのか。頼む、激レンジャー、僕らの世界を救ってくれ。次回最終回、ズンズン銃剣はずっと。俺たちは俺たちの銃剣を信じてる。